どうもこんにちは、鈴川綾子です。本日もですね、こちらマインクラフトポケットエディションやっていきたいと思います。まあ、前回ね、こちらヘルシンキ中央駅で、まあちょっとトラムかぶってますけどね、完成しまして、まあ今回ちょっと私が作ろうと思ってたフィンランド旅行で見てきたものを一応完成いたしました。国旗もありますね。ということで、まあ今日はですね、目的のものを作っちゃったんですけど、まあまあもうすぐですね、ハロウィンということで、今日はじゃあ10分ぐらいでノーカットでね、ハロウィンといえばなかぼちゃをこちらに作りたいと思います。はい、まあかぼちゃですからね、当然こりゃ色はもう、あ、なんかかぼちゃあんじゃん、かぼちゃあるじゃん、あ、もうできちゃったよこれ。しかもちゃんとジャックオーランタンってさ、ハロウィンの仕様のやつじゃん。なんだあるじゃん、かぼちゃ。わあ、重なった。はい、ということで完成、わあ完成、くー、なんや、どうしよう。じゃあかぼちゃだから、まあスイカでいっか、スイカ作ろう。スイカはないよね、さすがに。これさ、あ、よかった、サボテンあるじゃん。なんだよ、どっちかっていうとサボテンの方がスイカっぽいじゃん、色。これサボテンの方がスイカだよ。あれ入らんない、そっか、サボ、ああ屋根壊した。ちょっとサボテンだから床にしかできないね、きっと。もう分かってるな、マイクラの人は。我々がやりたいこと。サボテンどうやって埋めんだ？埋める、あ！きっとそうだ。きっと砂漠の砂じゃないと埋めらないんだ。ボソドルってなんだ？ん？ボドソル？ボドゾルってなんだ？砂砂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 ってどこだっけ。絶対そう、絶対そう、砂、砂漠の砂、砂岩、柔らかな砂、これでいいのかな。赤砂だ、絶対赤砂。はい、来ました、サボテン。はいはいはい、そしてその隣にはサボテンじゃなくて、はい、スイカ。あー、何サボテンゲットした、今。うわ、置けなくなってる。わ、あ、ちっちゃくなった。何、お、消えた、あ、いた。サボテンを閉じ込めよう。結構遠くにできてた。お、上に出てきた。くっふっふ、何この浮いてるサボテン、取れないし、どうすんだこれ。あ、近づいたら吸い込んだ。なるほど、いや、もうだってスイカ、ぼちゃがなもあって、スイカがあってね、え、サボテンは植えられてないもん、ないじゃん。わっ、かぼちゃとジャックオランタン別だ、こだわってる。やっぱこれ海外のゲームだから、こういうのアメリカ人は
絶対マストなんだ、必要なんだこれ。海外のお盆みたいな感じやからな。ホラー、クモの巣とかもムーディー。あ、じゃあ部屋の中をハロウィン仕様にしましょうね。雨降ってきた。あー危ない危ない、ケーキが濡れちゃう。よいしょ、おうちおうち。わー、おしゃれ、北欧風。やっぱり北欧風やな、この部屋は。いいね、このラグがいいよね。やっぱ北欧、あ、上もおしゃれ、こう見ると。やっぱ北欧はね、良かったですよ、本当に。フィンランドね。じゃあ、はい、かぼちゃ置きます。ちょっと邪魔だな、これ。どうせならもうジャックオーランタンいきなり置こう。ジャックオーランタンを玄関入って、すごいいいよ。で、クモの巣張ろう。あ、いいね、上も張っちゃう、いいね。あそこ一角もう完全にハロウィーンだね、ここ。あ、いいよいいよ。これちょっと床も変えちゃう？床もこれ今水色張ってますけど、やっぱハロウィンっつったら赤かな。わ、浮いてる。あ、なるほどなるほど、そういうことね。あー、ベッド。もう置けない、置けない、置けない。あれ、吸い取らないとダメなんだ、きっと。え、どういうことや。ベッド置けなくなった。なんで？なんで？あ、置けた。向き変。くっ、何この向き。うわ、もう完全これ外出るようじゃん。うわぁ、破壊が始まる。この向きに置くってことは、こっちから置けばいいんだ。あ、そうそうそう、よかったよかった。出てって。わっ、床掘っちゃった。まあハロウィンだから、もうね、おお、また削っちゃった。この前ね、もう夏が終わったと思ったら、もうあっちゅう間にハロウィンですよ。よいしょ。フィンランドはハロウィンやるのかな、どうなんだろう。あ、色違う、明らかに直してる、ここ。何や、あれは、これか。あれ、置けない、置けた。はいはいはい、こんな感じでね、今スッキリ。これもいいね。でもハロウィンだから、カーペット、赤と黒だとちょっと際どいかな。緑と赤と白、黄色、うん、緑と赤と白かな。お、3枚、1、2、3、4、5、6。あ、緑重なるとこ。8、9。あ、違う違う、あ、また緑重なる。あ、白重なった。あれ、間違えた、合ってるよな。はい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 、さあさあ、これなんか変な風になるな。はいはいはい、いい感じ。
緑、はい、できた。ちょっとなんかすごい模様になっちゃったけど、おしゃれじゃない。あら、いい感じにハロウィン部屋になりました。ほんでハロウィンの日過ぎたら、このかぼちゃかたすだけでも一気に年越しクリスマス仕様に早変わりということでね、いいんじゃないですか。できれば観葉植物を置きたいね。シダとか置けちゃう？あ、置けないか。植木鉢欲しい。植木鉢欲しいね。あ、これじゃないの？あったじゃん！あるじゃない。植木鉢用の土はないのかな？ないか。じゃあどうしようかな。何の木植えようかな。おー、一気にクリスマス。はい、じゃあということでね、見事部屋をハロウィン仕様にできました。かぼちゃ元からあったよ。はい、ということでね、いや、いいですよね。まあ前からね、ちょっとね、今後もね、今回はまあフィンランド編は一回これで結構終わった感はあるんですけど、まあ今後ね、いろいろと、もっとね、今度は日本のね、鉄道だったりとか、ね、自分の好きなものを、もっともっといろいろあるので、そういうのもね、作っていけたらと思います。はい、ということで、最後の最後にここを、直せん。はい、ということで、ありがとうございました。ハロウィン、ハッピーハロウィン。ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン。あ、光ってるこれ。いい。ジャックオラ